皆さんどうもこんにちは、シュートです。本日はですね、マルタの首都のバレッタの少し南に位置している、スリーシティーズという街の観光スポット紹介をしたいと思います。このスリーシティーズどういうところかっていうと、先日公開した、バレッタの観光スポット動画でアッパーバラカガーデンという場所があったと思うんですけれども、そこからちょうど見えていた対岸の街がこのスリーシティーズという街になります。見ていただければわかるように、大体3つの半島になっていることから、こういうふうにスリーシティーズというふうに言われているんですけれども、ここバレッタに比べるとですね、観光客も人も少なくてすごくね静かなエリアなんですけれども、マルタの中ではですね非常に歴史的なスポットがたくさんありますので、ぜひですねマルタに来たらこのねスリーシティーズも訪れてみてほしいなということで動画で紹介したいと思います。すごく簡単に、街のことをね最初のお話しすると、首都のバレッタというところをね紹介しました。で前回ですねイムディーナという、バレッタの前の、マルタの首都についても紹介しました。このスリーシティーズという場所はそのイムディーナからバレッタに首都が移るまでの間の期間ですね、オスマン帝国との戦いのためにですねこのスリーシティーズに聖ヨハネ騎士団たちの本部が置かれてですね、第二次世界大戦中にはイギリスのね海軍の本部が置かれた場所でもあります。そして最もですね第二次世界大戦中は爆撃空襲を受けた街でもあります。ということでね、激動のマルタを振り返りにあたってはこのスリーシティーズは絶対に外せないという場所になってますので、ぜひね皆さんこう歴史好きだったりとか建物好きだったりとかする皆さんとかね、あとこうすごく静かな雰囲気で観光したい方はこのスリーシティーズを訪れてみてください。ということでやっていきたいんですけども、ぜひね動画の方を気に入っていただけたらチャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。それでは早速やっていきましょう。 GO!はい、ということで早速スリーシティーズの街を歩いていきたいと思います。このスリーシティーズですね、紹介したようにバレッタからグランドハーバーを挟んで対岸の街になります。今回はその中でも、バレッタから見て一番右、バレッタから行っても一番手前側のエリアになります。このカーディオーラ公園というところから歩いていきたいと思います。このカーディオーラ公園というのはこのね監視塔が目の前にあるんですけれども、こちらねベレッテという監視塔になりますが、ここですね海に突き出た監視塔があるんですけれども、この塔の特徴としてですね、こう目耳鶴がですね彫刻されているんですね。この中で接近していくとですね、こう敵対勢力を海と空からですね目を凝らして耳を澄ませて休むことなく監視していることを表しているというふうに言われています。実際にですね、このグランドハーバーですね、この外洋の方からやってくる船のね、こう監視だったりとかね、そういうところにこう役立てられていて、実際に使われていた監視となります。この塔の中からですね、こんな感じで、ね、グランドハーバーを見ることができます。グランドハーバー現在でもですね、港として使われておりまして、こういうふうに地中海クルーズとかのね、豪華客船が停泊している港があります。今正面に見えるのが、こちらが鶴ですね。で、左側が耳で、右側が目になりますけれども、このね彫刻が印象的ですね。で早速ねどんな感じで見えるのかっていうところも入っていきたいと思いますけれども、こう目の前のおじいさんのように昔はねおそらく監視の人がずっとね四六時中目をね凝らしながらですね監視をしていたんじゃないのかななんていうふうに思います。実際にね皆さん行ってみたらこういうふうにね監視役になった気分で、ここからねグランドハーバーだったりとか、そのままね港の外に見える外洋の様子っていうのもね見てみてほしいななんていうふうに思います。このね、スリーシティーズはそのオスマン帝国からですね、こう侵略を受けるときにですね、バレッタがね、要塞として完成する前はここに本部が置かれていて、ここでですね、本当にオスマン帝国からの侵略をですね、耐え忍ぶためにですね、多くの人たちがですね、昼夜問わずね、汗水を流していたという場所になります。目の前にバレッタが見えてきますけれども、こういうふうにバレッタを見ると本当になんか要塞都市っていう感じがしますよね。城壁が高くてね。で対岸に見えているところもですね、スリーシティーズの一角になりまして、後ほど歩いていくエリアになります。ということで早速ですね、スリーシティーズの街を、ね、見ていきたいかなというふうに思いますけれども、この辺はね、公園とかもあるんですけれどもね、非常にのどかです。本当にバレッタと比べて観光客が全然いないので、本当に街の音とかっていうのをですね、十分に楽しむことができると思います。人の声もあんまりしませんし、なんか自分だけの世界で、この地中海マルタをですね、歩いている気分が味わえるっていうのが、このスリーシティーズの特徴かなと思います。住宅街に入っていくと、住宅街もこんな感じで、本当に全然地元の人もですね、あんまり見かけないぐらいですね、人通りがないような街になります。なので本当に住んでる人しかいないんだろうなっていうのが伺えますよね。なんかここにやってくるとかっていうね、なんかそういう来客とかっていう、そういう人たちも少ないんじゃないのかななんていう気がします。
でもそれだけですね、ゆったり歩きたい人だったりとか、なんか写真とか動画とか撮りたい人はですね、非常におすすめの場所なんじゃないのかなっていうふうに思いますね。今歩いてるのはこのスリーシティーズの中でも、このカーディオーラ公園側になります。ここは特に静かですね。もう片方の、聖アンジェロトリデの方の、半島はですね、まあもう少しね、ちょっとこう、ざわついてるというか、人が多いかなという気はしますけれども、こっちは本当に人少ないです。こんな感じでのどかな日常が続いておりますのでね、ぜひね、涼しい時期になってきたらね、のんびり歩いてほしいななんて思います。で、今、のんびり歩いていくとですね、こういうふうに、少し湾のところに出てくるんですけれども、ここはですね、まあ、スリーシティーズのですね、ちょうどこのビルグと、セングレアというですね、まあ、それぞれの街の名前があるんですけれども、そこのね、ちょうど間のこうマリーナベイになりますけれども、多くのね、ヨットとかが停泊していてね、まあ、その周りにですね、カフェレストランなんていうのが立ち並んでいるようなエリアになります。まあ、なので、スリーシティーズとかに来てご飯を食べるんであれば、この辺でご飯を食べるのが非常にいいんじゃないのかな、なんていうふうに思います。海も見えますし、バレッタも見えますし、非常に落ち着いた雰囲気でご飯が食べることがね、できます。基本的には地中海だったりとか、まあ、イタリアのお店がメインになってますので、まあ、そういうところでね、ご飯探している方は、この辺来てみるのもいいのかな、っていうふうに思います。ね、ヨットも停泊してますけれどもね、地中海マルタでヨットを持つなんていうね。周辺にはですね、ヨットを売ってるようなね、お店っていうか、なんか不動産屋さんみたいな感じでこうディスプレイがあったんで、いくらぐらいするのかななんていうふうに見てみたんですけれどもね、やっぱね、この辺に泊まってるいいようなね、ヨットとかっていうのはですね、やっぱりね、日本円で1億円を超えてくるぐらいの金額はしてましたね。いやー本当にね、でもね、そういうところでね、実際にね、このスリーシティーズの周りの海とかにはですね、ヨットね、ちょっとね、船を出して、そこでね、のんびりと船上でね、くつろいでる人たちもたくさんいましたので、非常にいいなーなんていうふうにですね、思いながら眺めていたんですけれどもね、いつか乗ってみたいなーなんて思いますよね。ヨット持ってる人いたらね、ぜひぜひ声かけてほしいなと思います。はい、ということでですね、まあ、ずっと、まあ、そのね、湾に沿って歩いてきて、ようやく橋がかかっている場所があるんですけれども、そこからですね、今度セングレアからビルグに向かって歩いていきます。このビルグという町、ビルグという半島にはですね、まあ、スリーシティーズの中では一番観光スポットがたくさんあるんじゃないのかなというね、半島になります。バレッタからですね、見るとですね、ひときわ大きいね、要塞がね、まあ、目に入ってくると思うんですけれども、そこセントアンジェロ砦という場所になりますが、そんな砦があったりとかする場所になります。まあ、なので、こっちの方がですね、ちゃんとバスが通っていたりとかしてですね、まあ、アクセス自体は、このビルグの方がアクセスがいいんじゃないのかなという気はしますね。さっき言ったね、街はね、バスがですね、中の方まで入っていかないので、まあ、ちょっと歩いたりしなきゃいけないんですけれども、まあ、こっちのね、ビルグに関してはですね、まあ、バスの便もね、非常にいいので、バレッタから来やすいんじゃないのかなと思います。で、さっきビルグに比べるとね、やっぱり車の交通量も多かったりとかしますのでね、まあ、歩くときはちょっと気をつけてほしいなと思いますけれども、まあ、それだけね、人通りが多くてですね、ちょっと賑わってる雰囲気はありますね。で、こっち側のサイドにもですね、まあ、レストランとかカフェとかもね、ありますので、まあね、皆さんその辺でね、休憩してみても面白いんじゃないかな、なんていうふうに思います。で、このまま湾に沿ってずっと歩いていくとですね、セントアンジェロ砦があるんですけれども、まあ、このセントアンジェロ砦のちょっとこの壁に沿ってね、ちょっとこの細い道をずっと歩いていくと、ちょっとね、なんかこう、隠れ家スポット的な、ちょっとしたこうバレッタを眺めることができるような、まあ、スポットがあります。まあ、ビーチではないんですけれども、ここでね、地元の人たちね、日焼けしてたりとかね、まあ、海に入って泳いでたりとかね、おのおのリラックスして過ごしていました。ここね、人少なくてすごく静かでおすすめでしたよ。海にも入れるし、バレッタも一望できるし、みたいなね。で、正面にアッパーバラカガーデンがあるんですけれども、まあ、12時とかのタイミングになると、アッパーバラカガーデンから空砲がね、発射されるっていうのをね、紹介したと思うんですけれども、まあ、その空砲をですね、こう逆側からもろに受けることができるっていうね、そういうスポットにもなってますのでね、もし興味あったらぜひ来てみてください。で、僕はですね、ちゃんと12時に来たんですけれども、なんかこの日ですね、空砲でね、撃たれなくて、無音だったのでね、ちょっとね、迫力のある映像を撮れてないんですけれども、もしね、皆さん気になったら見に行ってみてください。で、さっきの細いところをね、またずっと戻ってくると、セントアンジェロ砦の入り口があります。このセントアンジェロ砦ですね、こう中ね、内部、見学することもできますので、ぜひですね、まあ、見学してみてほしいなと思います。大人の方、現地でチケット買うと10ユーロほどになります。大体全部で所要時間としてはですね、まあ、1時間から1時間20分ぐらいあればね、まあ、ゆったりと見ていくことができるんじゃないのかな、なんていうふうに思います。
いや、このセントアンジェロ砦ですね、実際に16世紀の、オスマン帝国のね、大包囲戦で、聖ヨハネ騎士団が本陣を置いた砦になります。ここを拠点にオスマン帝国と戦ったっていう非常に歴史的なスポットになっております。まあ、なので、実際に騎士団が到着した後ね、騎士団長の家としてね、まあ、騎士団長の家があったりとか、まあ、病院的な場所があったりとかね、そういう、ね、スポットがあったりとかします。で、この聖ヨハネ騎士団がマルタを去った後はですね、イギリスがね、マルタを占領していたんですけれども、まあ、地中海における重要な拠点としてね、マルタは位置づけられていたので、イギリス海軍の本部だったりとか、NATO のね、6カ国連合本部っていうのがね、あった場所でもあります。まあ、なので、非常にマルタの中でもですね、この戦争の歴史だったりとか、これまでの歴史を振り返る中では、このセントアンジェロ砦っていうのは非常に重要なスポットです。で、こういうふうに、第二次世界大戦では、このね、ビルグの街、どこのスポットに空襲がありましたよなんていうですね、そういう展示もあったりします。今だとね、この地中海だったりとか、このマルタってずっと晴れてるんですけれども、まさかね、この青空からですね、まあ本当に爆撃の嵐がね、降ってきたっていうのは、今では想像できないですけれども、実際にそういう過去があったという場所になってますので、今をね、こういうふうに観光ができるっていうのは非常に幸せなことなんだなというところですね。まあこの青空を見ながらですね、噛み締めてね、観光してほしいななんていうふうにも思います。でね、このセントアンジェロ砦の中はこんな感じになっています。まあ、実際に使われていたということでね、まあ、非常に実践向きな作りになってるんじゃないのかなというのと、まあ、あとすごくシンプルな作りかなという気がしましたね。やはり昔からずっと残ってるということでね、なかなかシンプルなデザインになってます。で、実際にこういうね、砦のところからですね、実際にね、この、城壁の部分にはですね、まあ、今はね、もちろんこの大砲はですね、疑似の模型ですけれども、実際に昔はですね、ここに本当の大砲が置かれていてですね、ここからね、この地中海側からやってくる敵に向かってね、砲撃したんじゃないのかなというふうにですね、思う場所が今でも残ってますね。砲撃台とかもたくさんありました。ね、こういうふうに見るとね、地中海も今では本当にのどかでこの水平線までね、美しい青が広がってますけれども、ここからですね、たくさんの船とかね、艦隊とかがやってきたんだなというふうに思うとですね、まあそれもね、まあオスマン帝国の時代になればですね、まあ今からですね、400年前とか500年前とかそういう話ですけれども、第二次世界大戦で言えば100年ぐらいのわけですからね、100年も経たないとか、100年前にね、まさかこの美しい海からね、敵が攻めてくるなんてね、そんな時代もあったんだななんていうふうにね、想像させられますよね。このセントアンジェロ砦の内部にはですね、様々な展示があります。ここはですね、1700年代にですね、まあ、実際に、まあ、こういうふうに住居として使われていましたよ、なんていうふうな展示です。ここが食堂ですね。食堂というかね、本当にすごくシンプルな作りになってます。まあ、食器があって、机があってっていう感じですよね。で、ここが寝室みたいな感じですね。寝室もすごくなんかリアルな感じがしました。やっぱりなんかちょっとこの物のこう汚さというかね。で、まあ足元に剣とかが置いてあってですね。まあいつね、いかなる時もですね、すぐにね、戦いに備えられるようなね、なんかそんな作りになってますよね。で、この大砲とか砲台っていうのは本当にね、たくさんあってですね。まあここね、その地中海とは逆側の向きですけど、こっち側にもね、ちゃんとね、砲台がね、備えられているんですよね。だからね、どこからね、敵が攻めてきても、まあ、迎撃できるような、そんな作りになっているのが、この砦ですよね。まあ、今でこそね、この目の前にはね、たくさん街が広がっていますけれども、多分おそらく当時はね、そこまでたくさん街がなかったんだろうなという気はしますよね。まあ、だからこっち側にもね、砲台がついてるんじゃないのかなという気はします。まあ、普段なかなか見ることができないような展示だったりとか、そういうものがありますし、なんかね、この、教会とか大聖堂とか、また少し違ったような雰囲気がありますので、ぜひね、マルタに来たらですね、このセントアンジェロ砦もですね、見に行ってほしいな、なんていうふうに思います。はい。で、このビルグという街はですね、まあ、このね、セントアンジェロ砦もあるんですけれども、他にもですね、すごくおしゃれなね、ビットリオーザの路地裏っていうのがあったりとかですね、まあ、ビルグですね、ビルグの路地裏、コラッキオという場所があります。このコラッキオですね。まあ、ただの路地なんですけれども、我々日本人からするとなかなか普段見ることができないようなね、色合いだったりとか、まあ、そのデザインの、ね、路地になってますので、ぜひね、歩いてみてほしいなと思います。セントアンジェロ砦からは、まあ、徒歩で大体7、8分ぐらいのエリアになります。実際に路地はこんな感じですごく細くて入り組んでいてですね、まあ、本当に探検気分が味わえるような路地になってますので、ぜひね、この辺も歩いてみてほしいなと思います。で、この辺にはですね、宗教裁判所というものもあります。マルタのね、騎士団が本拠地を置いていた時代にですね、まあ、宗教裁判所作られていてですね、まあ、そこで何を信仰しているのかというところのね、裁判が行われていたっていうようなね、場所もありますので、ぜひね、皆さん興味のある方はそこも見てみてください。
ということで今回はマルタのスリーシティーズという場所のですね、観光スポット紹介をしました。ぜひですね、マルタの歴史が詰まっている場所ですので、マルタに観光に来てですね、まあ、バレッタだったりとか、エムディーナだったりとか、まあ、スリーマとかセントジュリアンとかたくさん行くと思うんですけれども、ぜひね、このスリーシティーズ側もですね、来てみてください。非常に落ち着いてリラックスしてますので、なんか少しね、一日リラックスして落ち着いた気分で観光したいときは、ここ来てみてください。バレッタから船でも来れるので、まあ、バレッタの観光と合わせてみてもすごくいいかもしれません。ということで、また、ということで、今回の動画は以上で終わりにしたいと思います。ということで、今回の動画は以上で終わりにしたいと思います。ぜひ気に入っていただけた方は、チャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。